オーストラリア・シドニーの商業施設で男が無差別に刃物で切りつけ、これまでに5人が死亡し、8人が怪我をしました。現地メディアなどによりますと、シドニーの商業施設で13日午後、男が複数人を刃物で切りつけ、これまでに5人が死亡し、子ども1人を含む8人が怪我をしました。1人は重体だということです。男はその場で警察に射殺されました。現場には多くの警察官や緊急車両が集まり、買い物客らが一斉に避難するなど騒然としました。